本、戸田。長かった桃太郎編も、今日で、本当に最終回です。続けようと思えば、いつまでも続けられたような気もするんですが、そろそろ、戸田の日常の話も、戻りたいなという思いもあったので、終わらせようと思って、それでも結構時間はかかったんですが、本日ようやく、最後の場面を迎えることができました。トラタとカッパの翔太は元の家に戻り、二人で仲良く暮らしましたとさということですね。明日からの日常の話がちゃんと書けるのか、久しぶりなので不安の方が大きいのですが、また、それではまた明日、バイバイ。